バールレは、ベルギーとオランダの国境の村である。かつての広がりは両国に分割され、パッチワーク上に分布する。地名も異なり、ベルギー領の地域は、バールレヘルトフ、オランダ領の地域は、バールレナッサウと呼び分ける。オランダ領内のベルギートビチは16カ所あり、その内上図の N1 から N7 までの7カ所は、法領として、オランダ領を囲む。アントワープ地方。 銀方編近郊の8番目のベルギーの村もオランダ領を包み領とする。両国間の国境は1995年に確定し、以前の中立地であった牧草地の帰属も確定した。バールレには四国国境もあり、飛び地2カ所が関与する。国境検問所214番と215番の間に土地は5732府であり、個別に国籍が割り当てられた。 また、合計20カ所のベルギーの飛び地が、オランダのバールレナスサウ地域内に点在し、ベルギー国境から最大で5キロメートル離れている。国境線の確定を受け、建物によっては両国にまたがる形になり、ゼマンチックで顕著である。該当する不動産の住所地には、いわゆる玄関の規則、ボールジョレガルが適用され、玄関がどちらの国にあるかで決まる。 ただし、ローベリン通りの10個には、例外があり、両国に玄関がある建物のうち、2番にはベルギー、国籍、19番には、オランダ国籍がそれぞれ適用された。便宜上、すべての家屋番号表には、国がわかるように目印がある。バールレの地名の由来には、いくつもの説があり、言語、バールは古文書の表記にバール、バーロがあること、校舎は、設備時の、ルーが付き。 集落の隣にある砂地の森を指すという理解は確定している。一件目の言語、バールは次のように説明される。現在の地名はどちらも後半が設備地であり、ハートグはブラバント、公爵、ナッソーはブレナ領主のナッサオケを指す。トンメル集落の周辺には戦士時代の古墳が多数あり名前はラテン語の古墳に由来する。またこの地域では、 青銅製の壺も出土し、青銅期時代から人が住んだことが分かった。低湿地だった、この地域は、12世紀末にブラバント港、アンリ一世の領地であった。1198年に、公爵は賃貸料を稼げる土地は手元に残し、残りの領地をブレダのスコーテン家のゴットフリートに譲渡した。現在、一方でその地域は、ベルギー領、他方、 当時のゴットフリートが得た地域はオランダ領である。ブレダ領主という称号の保持者は現在オランダ国王ウィレム・アレクサンダーでブラバント皇后はベルギー王位継承者の儀礼称号として伝わる。バールレヘルトフとバールレナッサウにはそれぞれの選挙で決まる市長と町議会があり、警察署も教区協会も個別に置く。また、両町議会が合同評議会を設けて、 インフラとして、電気、上水道、ガスの供給を行い、高速道路の補修やゴミ収集などを管理する。国境線は1995年に、ようやく確定した。双方の評議会は互いに出資して、共同文化センターを建設し、共同図書館を利用できるようにした。国境線はこの建物を横切り、2つある玄関は、どちらもパストアでカターストラットという道路に面していて、 オランダ側は7号、ベルギー側は5号に当たる。観光局もあり、オランダとベルギーの両方の観光局が職員を置く。小取引の法規は、オランダ領はオランダ法、ベルギー領はベルギー法のもとにある。法律の違いから長年にわたり、密輸が横行したものの、1993年のヨーロッパ統合以降、 密かに持ち込んで高値で売ることそのものにあまり意味がなくなった。かつて第二次世界大戦後、ベルギーで品薄だったバターをオランダで買い付け、こっそりとベルギーに持ち込んで売る人は少なくなかった。現代でも型を変えた密輸は存在し、オランダでは売っていない花火をベルギーに出かけて買い、国境を越えて持ち込む人は多い。バールレナッサウのカフェ。足元の十字のマークは、 ベルギーとの国境線。この地域は産業が複数あり、基本は農耕地帯である。背景の複雑な状況に根ざし、現金収入の重要な源ととして、長年密輸が半ば公然と行われた。高級品店が立ち並び、中産階級にも喜ばれ店は繁盛した。周辺には公園も多い。 21世紀初頭の10年に、バールレ全域の人口は予測通りの減少傾向を示した。バールレの農業集落は広く、自然のままの地域も多い。南の谷のメルクシェは美しい小川が流れ、西にはオランダの森という名前の辞書がある。ディエルからトゥルンハウトを結ぶ自転車道路、ベルスリンチェは、かつての鉄路跡で観光を楽しむことができる。電力網は、 計画的な整備が遅れている。バールレのテレビ配信は2012年8月26日まで、フランドル企業、テレネットが、オランダとフランダアースの両方のテレビ番組を担当した。ところが、オランダ企業レジファイバーが、電力会社アンディスのケーブル網を買収。テレネットは2012年8月26日以降、競合するバールレ地方のオランダ語圏を、 サービス提供エリアから外す可能性があった。当該地域のケーブル配信もロックした上で配線としてオランダのネットワーク会社に譲渡する。つまりバールレのオランダ地域は2012年時点でオランダのプロバイダーは受信できてもベルギーのプロバイダーは受信できなくなると懸念された。バールレのベルギー側への影響は最小限で従来通りテレネットのサービスを受ける。 オランダの民間放送局の番組配信はアナログ配信を廃止、デジタル配信に限定した。これらの放送はケーブル経由限定で受信できる。ラジオ、テレビ、インターネットほか、ベルギーのプロバイダーは ADSL 経由でつながる。多くの街路は週に2回、ゴミ収集サービスを受ける。スメドリフェスティアロット通りのリサイクルセンターは、バールレナッサウと、 バールレ・ヘルトフの全住民が持ち込める。郵便配達はオランダ語圏は、ポスト NL、ベルギー圏は、ベルギー郵政が担当。電話網は、KPN とベルガコムのサービスが地域を問わず受けられる。国境地帯として特例が適用され、バールレ・ヘルトフとバールレ・ナッサウ間の通話は、市内料金体系で課金する。携帯電話は、バールレ全域から、 両国の電波塔に簡単に接続できる。法律により、アダルトビデオ店があるのはバールレナッサウだけ、花火店はバールレヘルトフだけにあり、どちらも年中無休。バールレ全域の商業活動を見ると、どの日曜日にも買い物ができる。ベルディー法は、日曜日の商店の営業を認めていること、バールレナッサウの飛び地では、 住民の多くが、名所に集まる観光客相手の仕事を、収入源にしていること、法的な恩恵の公平を保つため、本来は国法に従い日曜は休業する、はずのオランダ県でも、日曜日の営業が公認されている。両地域のそれぞれの地元の警察署は、バールレヘルトフのパラレルベックにある施設に置かれ、それぞれの業務を行う。バールレでは、警察官を、ダーコと呼ぶこともある。 消防署は2010年1月1日に一つの組織に統合した。共同消防隊はオランダ人とベルギー人のボランティアで構成し、消防署の住所地はバールレナッサウの CA バーダストラット通り2号。ターンハウト行き、ベンフールバス460番系統バールレの村は、車であればオランダ国道 N260、N639 及び、 ベルギー地方道路 N119 への連絡が良い。高速道路は、オランダの A58、ベルギーの E19 と E34 に近い。デライン始発の行き先別の系統、アライバ始発の系統、国境にまたがる巨大な鉄道駅のバールレグレンス、駅とウィールデー駅があったが、すでに廃止された。スパーラインティルブルフ・トゥルンハウト間を結んだ、鉄道開通は1867年。 廃止は1934年10月7日。この鉄路跡は現在2つの村を結ぶ全長3 1トルの自転車専用道路に整備されヘッドベルズ・ラインチャと呼ばれる。バールレ・ヘルトフには学校が2校ある。公立図書館は共同でベルギー人とオランダ人の職員がいる。バールレには社交クラブや市民組織が複数あり。 ベルギーとオランダで対抗できる例として、サッカーチームのグロリア US とオランダ語 KVV ドスコがあるものの、他の分野では地元クラブは一つにまとまっている。どちらの村にもコミュニティウェブサイトがあり、バールナッソー NL とバール、ハートグ B の両方からアクセスできる。国境プロジェクトには EU 補助金を受給し、2002年3月30日に初めて コミュニティウェブサイトを開設した。オランダの世論調査から、バールナッソ、NL 及びバール、ハートグ、B が、地方自治体ウェブサイトの最低レベルにあることが、判明、2004年に廃止して2005年7月8日に、新しいウェブサイトを開設する。2012年時点で2つのバールでは、それぞれ独自のウェブサイトを運用している。 バールレ村独自のローカル放送局の他受信できる放送は複数あり、オムロープブラバントは、バールレヘルトフ住民もテルネット経由でデジタル TV 放送を受信でき、RTV はベルギー地域限定配信である。バールレの日韓地方紙は3紙で、BN デステムと、ブラビンツ・ダグブラード、ガゼット、バン・アントウェルペン、週刊新聞一紙、オン・スウィークブラードも発行される。 ウリコアン、キャストアルル、ゾンデレーゲン、ウィールダ、ステーション、ウィールダ、パパル、アルファン、チャム、ありがとうございます。